おはようございます。こんにちは、アンナです。今日福岡にいるんですけど、というか昨日から福岡にいるんですけど、彼と一緒に来たんですけど、彼は友人の結婚式があって、で今日私は一人でちょっと福岡をブラブラしたいなって感じなので、一人福岡 Vlog って感じです。もうそれもそれで面白いかなと思って、今から太宰府天満宮に行って行くんですけど、曇りですね。向かいましょう。さっきシンシンに入ろうとしたんですけど、ラーメン屋さんの、でも今日マジで日曜日のことを忘れてて、本当に人多いし、なんか本当に一人ご飯が恥ずかしくて、私一人ご飯超余裕なタイプなのに、マジで恥ずかしくて、なんか日曜日、しかもなんか福岡でさ一人でご飯食べてるみたいなさ、なんか思われたらさ、恥ずかしいじゃんみたいなので、マジでどこにも入れてなくて今ずっと行きたかったカフェに向かってるんですけど、マジでご飯食べれてなくてウケるみたいな。旅行ってさ食べ過ぎちゃうじゃん、だから意外といい調整な中日かもしれないとりあえずコーヒー屋さん行きます。 We had our ups and downs babySometimes we were tight And sometimes oceans apart Gotta learn just how to move on without you Move on without you We had our on and offs, baby Sometimes we were tight And sometimes everything butGotta learn just how to forget about you Forget about you
call me up and sound so sweet, there's nothing to blame. But when you don't pick up for days on end, I see my mistake, I'm out of patience. Come out and say that it's over now, so I can stop chasing. ホテルに一時帰宅。なんか彼はもうそろそろかな、終わりそうなので夜ご飯から合流できそうだから、夜ご飯一緒に食べようと思って、それまでちょっとホテルでゆっくりしたんだけど、マジでさっき言ったあのたまたま入ったあのマッサージ屋さん、もう最高すぎて顔のむくみがめっちゃ取れたんですけど、昨日さ食べたり飲んだりしてさ、すごい顔むくんでて朝ショックだったわけそれがめっちゃ取れた。コルギをしていただいたんですけど、なんかここのね、つまり老廃物とかを取ってくださってすっきり。しかもね、足裏マッサージをめっちゃしていただいたんだけど、めっちゃ痛かったけどね、超すっきりしてやばいんですけど、たまたま入れて。あそこはね、どこだったかな、多分ソラリアプラザなんですよ。地下鉄で帰ろうかなと思って、とりあえず地下行ってみようと思って行ったところにお店があって、え待って、マッサージめちゃくちゃありかもと思ったら、なんか満室ですみたいなの貼ってあったから、いっぱいですかねって言ったら、入ってますって言ってくださってね、もう超嬉しい。見て、ここのホテルのお水カンカンなの。キリン美味しいんです。カンカンってなんかさ、なんか美味しく感じるよ。なんで結局何も食べてないんだけどさ、ウケるよね。何も、まだ今日食べたのはステラおばさんのクッキー1枚とコーヒー屋さんでガトーショコラだった。ガトーショコラめっちゃ美味しかった。一人でいたらさ喋れないじゃん。しかも今日日曜日でさ、すごいさ、もう一人でいる人が少なすぎてさ、やっと喋ってるやっと喋ってるわ、すごい。あ、よかった。すごい、なんかやっと喋ってるって感じで、ちょっとね、サラリアプラザで購入品かなんかちょっと買ったので紹介します。私の大好きなビューティー&ユースでマフラー買いました。寒かったからさ、マフラー買っちゃった。なんかオレンジ、私の来年2023年のラッキーカラーオレンジだったから、オレンジのマフラー買った。このね、マフラーだとこの先のさ、ヒラヒラしてるやつ、これ私白持ってるんですけど、一昨年ぐらい韓国で買った気がするんだけど、4年前とか忘れちゃった。でも白持ってたんだけど、そのなんかカラー色物欲しいなと思ってたら、オレンジが売ってたので買いました。6000円ぐらいでした。でさ、マフラーするときはさ結びたいよね。髪明るくなってきた。でもこの色結構好きかも。でもさ、さっきめっちゃさ太ロングにしたいって思ってしまった。可愛いですか、可愛いですか。買いました。使えそうです、使えそうな予感です、とても。でこれを買ったのと、あとね、プラザに行ったんですよ。ソラリア福岡ソラリアプラザ店に行ったんですけど、あのエピソード、私とゆりのちゃんがアンエミリでプロデュースするエピソードビューティクスっていうねコスメブランドがあるんですけど、それがあのそのソラリア福岡ソラリアプラザ店、あプラザの、うん、プラザで置いて取り扱っていただいてたので、あのどんな感じかなと思って見に行ったんですよ。そしたら、まあ多分ね、あのプラザに置いていただいてから結構 日にちが経ってて、重機はなかったんですけど置いてあって、あの物が嬉しかったです。でアイブロウアイテムが結構ね品薄になってたからね、みんなが手に取ってくださったのかなと思ってすごく嬉しく思いました。そうで、プラザに行ってコスメ見ました。自分たちのコスメ見たのもそうなんだけど、最近気になってたやつ、まずアンドビーで2つ買ったんだけど、アンドビーではこのアンドビーコントゥアペンフェイスカラー、顔や顎下に陰影をつけるコントゥアリング用のシェーディングペンなんだけどね、シェーディングペンって新しくないですか。で私ノーズシャドウを入れたくて、こういう風にね、お鼻が低いから
だこれなら超簡単にこうやって書けると思って、こうやってね、でさ筆とかももちろんいいんだけどさ、手とかでこうやってやるとさ、やっぱ広い範囲にさシェーディングがさ入っちゃってさ、なんか思ったような違うみたいになっちゃうから、これちょっと気になって買いました。これ多分いいと思うね。明日使ってみよう、明日メイクするから。でこれはアンドビーのスポンジなんですけど、これめっちゃ良くて、トコスメベストコスメアワード第2位だって。やばくない？パフスポンジこれめっちゃ良くて、私あのアンドビーのコスメを、買った時にこれちっちゃいね、ちっちゃいやつがついてきたんですよ、おまけで。それで今ずっとそのちっちゃいのを使ってるんですけど、超いいから大きいの買いました。かわいいね。でメイベリン の, あのバズってるマスカラ買いたかったんですけど、やっぱり売り切れでなかったです。でなのでマスカラを買いました。あやばい、パケが見せられなかった。これです。知ってる子も多いよね。キングダムっていうあのマスカラです。タバカンカールマスカラ。私さまつげにタバカン欲しいんですけど、これはねタバカンがあ出ますよっていうマスカラ。これ1本でタバカンまつげっていうね書いてあります。タバカン用ダブルコーンっていう。だから多分こっちで見えないね、上でやってこっち側でタバカンを作るみたいな。明日使ってみようと思います。ちょっと楽しみ。ウォータープルーフだって最高。え、まつげ美容液成分配合だって、まつげ伸びる最高のマスカラを買いました。ちなみに私が今着てるのは、これは私とゆりのちゃんでプロデュースしている、エピソードアパレリッシュっていうアパレルのトップスです。いいよね、この色が可愛くないですか。今日はねこのトップスに、このアークテレックスのこのビーニーをかぶせてたの。ここがね淡いブルーだから合うやんと思ってかぶったんだけど、痒くて、私もうねビーニーね、ほんと毎回痒くなっちゃう。一日中つけてられない痒くなっちゃってって感じで。これはカルバンクラインのデニムです。ロゴあるよね、はい、こうなるよ。カルバンクラインのデニム本当におすすめです。カルバンクラインのデニム、これセットアップで持ってるんだけど、今日は明日のパンツだけです。てな感じで、夜ご飯は多分彼と同行するので、多分っていうか絶対的に、だから楽しみ。夜ご飯まで待ちたいと思います。可愛いね、こうやってさ結んだりしても可愛いよね。こういうのどう、すごい存在感、あったかそうみたいな。可愛い、可愛いって聞くのってやばい、可愛いって言わせるということで、クリスマス。今日初めてのご飯。めっちゃすごい。遠くない？めっちゃすごい。めっちゃすごい。めっちゃ旅行好きなんだ、確かに。愛する？愛するみのに。やばい。やばい。ホテルのマッサージ違うとこ行く。たまたま電車で帰ろうかなって思って地下鉄行ったら、目の前にマッサージ屋さんが現れたから、満室ですって書いてあったけどダメ元で入ったら、行けますよって言ってもらえて、50分フルコースで足つぼとコルギ足つぼとコルギやってもらった。めっちゃ良かった、めっちゃ痛かったけどめっちゃ良かった。これ。寒い。寒い。うん。寒い。最高。メガネどうだった？美味しかった。でもなんか恥ずかしくて、もう早く食べることに欲しすぎて、あったあったあったみたいな。美味しいけどなんかもう恥ずかしさが、なんかすごい恥ずかしかった。なんだろう、
日曜日なこと忘れてたわ、本当にそれ。家族連れとか、カップルとか、友達とか。バスが多かった。バスも多かった。バス多かった。バスめっちゃ並んでたわ、だから。あ、こないだの。熱い。